年々体が重たいの。立ち上がるとき、よっこらしょ。しゃがむとき、よいしょ。思わず声に出ることないですか？代謝が下がってる証拠なんです。実は、体全体の 70% を占めている下半身の筋力の低下がほとんど原因なんです。ここの筋肉が衰えてしまうと、体温が1度下がり、代謝が 12% も下がり、脂肪がつきやすく、燃えにくい体になるんです。一緒に頑張っていきましょう。タートル初の書籍が発売開始されてます。たくさんの方に手に取っていただき、Amazon1 位を取ることができました。もしまだ手に取ってない方は、Amazon または書店にありますので、よかったら手に取ってみてください。気になる部位の根本は、すべて腹横筋になります。まずはちょっと膝曲げて、体を体重移動させましょう。スタート。これだけでも、体重を移動させているので、負荷がすごいかかってます。体幹を鍛えることもできますし、バランス力もアップします。少しずつレベルが上がっていくんで、体を温めてやっていきましょう。はい、OK。今度はさっきよりもちょっと膝を曲げ目で同じように揺れてください。スタート。このくらいね、膝が曲がってます。これでも結構負荷がかかってるんです。もも裏、前もも、お尻、バランスよくね使えてます。だんだんねしゃがんでいくのがね嫌だよっていう人もね、これならできると思いますんで頑張りましょう。 OK。 今度はもうちょっと膝曲げてみましょう。お相撲さんの四股を踏む感じで。スタート。これはね、強烈に体重がねかかってるんで、めちゃくちゃ下半身がね鍛えられてます。しかもバランス取るんで、たまに止まってみてください。こういう感じでね、スクワットより楽ですよね。だけど片足に体重しっかり乗ってるんで、片足スクワットぐらいね鍛えられてます。OK。 次は今やった3パターンをつま先を開き目でやってみましょう。また使う部位がね変わってきます。スタート。ちょびっとだけ膝曲げて体重移動。さっきよりも内もももも裏にね効きやすくなってます。反り腰とかお腹ぽっこりの人は股関節が内旋してしまっているので、しっかり開くね、こういう運動をすると姿勢が良くなります。OK。 今よりもちょっと膝曲げ目です。いきましょう。スタート。揺れるだけ。どうですか皆さん、これなら全然できますよね。でも皆さん今もうね2分近くスクワットしてるんですよ。めちゃくちゃすごい。普通にこんな2分とかやり続けたらね、もう立てなくなりますよ。だけどこれはね同じ騒動な感じなんで超おすすめです。よっしゃー。さらに膝を曲げてお相撲さんです。いきましょう。スタート。よくね相撲スクワットとかってあるんですが、それよりもね、これが実はね、おすすめ。なんで片足に体重かかってますから。できるだけね、低く、大股で、頑張ってみてください。OK。次はですね、片足に体重乗して、足を後ろに上げながら前かがみで戻ります。ゆっくりやるとちょっとストレスかかるんで、割とね早めに降りて戻りましょう。左足からいきます。スタート。1回ずつ足ついていいです。体重乗したら前かがみ戻る。もも裏、お尻に効いてればバッチリです。
自分のペースでいいです。あんまり膝はね曲げすぎず伸ばしすぎずです。たまに膝の角度変えてもいいです。 OK、 よし反対です。同じようにいきましょう。あと足を上に上げながら前かがみ、今回はねこの踏ん張るだけっていう感じなんで割とねスピードを早めでもいいです。慣れるとねゆっくり戻った方がいいんですけど、今回は踏ん張るだけの力をかけますんで OK。 片足はつま先、反対足はかかとでバランスを取ります。できるだけ手はバランス崩すために動かしてください。大きく動かすことで有酸素運動効果が上がります。膝は少し曲げたり伸ばしたり、バランス崩したら足を動かしたりしてできるだけ止まっておいてください。スマホを持ったまま行きましょう。スタート。これでバランスを取るだけ、両足やっていきます。膝伸ばしとくだけでも難しいですよね。もしねつま先上げとく方疲れたらたまに休めてもいいです。またできれば上げてください。これで手をね動かしたりすると一気にね難しくなる。体を動かすことでバランスを取るためにねいろんな筋肉がね使われます。こっちに崩れたらこっちに戻さなきゃって体は働きますんで体幹がね使われます。お腹触ってみるとよくわかると思います。硬くなってますよね。自分で体をね動かしてバランス取ってください。 OK。 ちょっとね足首を振ってつま先上げとく方が疲れると思うんで今度は反対いきましょう。あとこれでバランスを取るだけ。バランスが悪いっていうことは筋力がないっていうことと運動不足ってことが関係してます。できればね両足は同じようにね膝の角度を作ってください。伸ばしとくか曲げとくか、片っぽ伸ばして片っぽ曲げてっていうのはダメです。できるだけバランスを悪くして自分で手を振ったりしてみてね、バランスを悪くするとね鍛えられますから、適度にこうやってね息が上がることによって有酸素運動効果がありますからバランスをね取っていきましょう。これなかなかいいな。ちょっと足首振りましょう。今度は片足立ちでこういう感じ、できるだけ高く足を上げて腕を振りましょう。スタート。今度は反対足はねぴったりつけましょう。片足立ちはウォーキング50分相当の効果がね1分ぐらいであると言われてるんで、これで全身こうやって動かすことで有酸素運動効果が高まります。ももしっかり上げることでね腰が丸くなるんで反り腰解消の方にもねぴったり。しっかり足上げることで腹筋も使われます。足上げるとき少し上半身で迎えに行って腹筋使いましょう。マイペースでいいですよ。 OK。 あー効いてきてる。まだ3分しかやってないのに。さあ行きましょう。反対スタート。やっぱり普通に有酸素運動でね歩くとしてもあんまり足は上げないですし、手も大きく振りませんよね。やっぱ人の目を気にしてねこんな感じでね歩いちゃいますよね。やっぱり手は大きくね
振った方がいいですから、しっかり家でも十分痩せられますから。その代わり何のメニューを選ぶかがねポイントになってきます。できるだけ効率のいいメニューをね行った方が体の変化も早いです。お尻に効いてきた。OK。 ちょっと足をねブラブラして、さあ今度はですねつま先を開きましょう。かかとを上げます。このまましゃがんで右左って揺れましょう。片足伸ばして片足曲げます。たと、そうすることで使う休めるっていうことを繰り返してるんで、意外とね足が鍛えられているのに長持ちします。かかとも上げておきましょう。これ1分行うってことは30秒こうやっとくのと一緒なんで、すごいね効いてます。しかも負荷を片方に移してるんで両足で行うよりしっかり鍛えられてます。1分スクワットやり続けるって結構すごいですよ。もう50回ぐらいはできますからね。それをこんなね疲れにくいようなメニューで行えてるんで、すごい超効果的。運動不足の人はねしっかり下半身鍛えましょう。オッケー。足をさらに開きます。かかとを上げて低くなったらピョンピョン立つ、ピョンピョン立つを繰り返します。スタート、かかとを上げてつま先でバウンド立つ、もも裏お尻に効いてると思います。ペースは任せます。ピョンピョン立つ、ここで休みます。かかと上げてベースで続けやすいメニューが一番。男性も女性もやっぱりねお尻と足が弱ると活動量が絶対に減ってしまうので、まずは痩せるためにって思うよりもお尻とももをしっかり鍛えると勝手に活動量が上がります。フットワークが勝手に軽くなるので、しっかりね痩せないのなんだろうと思う場合はしっかりお尻も鍛えましょう。 OK。 同じ足の幅で今度はお尻にかかとを当てる感じ、いきましょう。スタート。今度はね前もも腸腰筋をね伸ばしましょう。ぐっと一気にね膝を曲げる感じ、腰にかかとを当てる感じ、前ももがねやっぱり硬いと反り腰になりやすいんで、しっかりももを伸ばして後ろを鍛えましょう。 OK。 今度は片足立ちで反対足を横に開きます。ちょっとバランスがいきます。いきましょう。サド、片足立ちでずっと足を振ります。膝伸ばしてつま先外向ける感じで、バランス崩したらねピタッとついてまた続きをしましょう。体幹がしっかりね伝えられます。OK。 反対足も一緒です。いきましょう。こういうバランスをね取ることをすると体が歪んでることに気づきますから、定期的にねリセットするためにやってください。足振るだけでもね有酸素運動効果がありますので
フォーメーションにもねぴったりです。OK、 ラストはとにかくももをとにかく上げる。いきましょう、スタート。とにかく足を高く上げる。ちょっと前かがみになってもいいです。とにかく高く上げて、できれば反対の膝も伸ばした方がいいです。ちょっと曲がるのでもいいです。とにかく上げる。これで腰がねしっかりストレッチされますので、振り押し直ったらね、お腹が凹んできますので。 OK、有酸素運動の代わりとして毎日続けることで姿勢から痩せることができます。やってみた人はコメントで教えてください。